魔女とも魔術師とも呼ばれる。魔法使いとは魔術、妖術、幻術などを使う者たちの総称である。民話、神話にしばしば登場し、幻想文学、ゲームなどのフィクションでも素材として用いられる。歴史上の魔法使いについては魔術師の一覧を参照。日本語の魔法使いという語は、英語で言うところのマジックユーザー、インチャンター、インチャントラス、 明治、マジシャン、ウィザード、ウィッチ、ソーサラー、ソーサース、ウォーロックなど様々な意味を含んでおり、厳密に定義することは難しい。一般的な訳語としては、ウィザード、イコール魔術師、ウィッチ、イコール魔女魔術、ウィッチ、キングオブ・アン・マール、イコールアンの魔王。ファンタジー小説の登場人物で、男性、ソーサラーイコール文化人類学でいう妖術師、ウォーロック。 イコール魔術師を当てるが、英語の意味するニュアンスと、日本語の訳語の意味するニュアンスには、かなりのズレがある。魔法使いのうちでも、特に賢明で資料深く、魔法正義及び善なることのために使うものを、魔術師といい、賢者と同義であるとする作品もある。また、日本語に翻訳した作品によっては、役者独自の訳語を立て、独立して、自らの意思で魔法を使うものや、 同志的立場のものを、魔導士、王公などの命令で魔法を使うものや修行中のものを、魔導士、魔導士というように表記を使い分けているものもある。魔法使いは、主人公の援助者として、あるいは敵対者として、民話や童話に、しばしば登場する。特定の名前は与えられていないことが多い。シンデレラでは、典型的な主人公を援助する役割として、ヘンゼルと、 グレーテルでは、典型的な仇役として登場している。原型としては、前者は、オールド・アイズ・マンや、トリックスター、後者は、グレート・マザーが当てはまる。白雪姫や眠りの森の美女などのように、敵としても、味方としても物語に登場する話も数多い。人魚姫のように、敵とも、味方ともつかない役割を演じることもあるが、いずれにせよ人知を超えた力を持つため、 物語の転換地点で大きな役割を果たすことが多い。ファンタジー等の架空世界の設定では魔法使いは非力であるとされることが多い。これには魔法の習得には膨大な時間が必要となるため、巧妙な魔法使いは結果として必然的に年老いているという考え方や、また学級的な人物は身体的修練に時間を割いていないといった説明がなされている。 しかしながら、魔法使いであると同時に、剣士でもあるという例外も多く、例えばベルガリアード物語に登場するベルガリオンやドラゴンクエストシリーズの勇者のように主人公になることもある。ゲームの場合ならば、万能のキャラクターを登場させて、ゲームバランスを崩すわけにいかないという現実的な理由から魔法使いを非力に設定することも多い。この場合魔法戦士、 内しは魔法剣士というキャラクターを認めるにせよ、強くなりすぎないように何らかの形で制限が加えられることが多い。主に魔法戦士、魔法剣士は、いわゆる、器用貧乏なキャラクターとして扱われる。以上、他作品に共通する魔法使いについて述べたが、その定義や線引きは作品によって異なり、かなりの差がある。カテゴリー、架空の魔術師を参照。 魔術師の一覧を参照、ありがとうございます。